ゴスホーク県は、アメリカ合衆国生まれ、日本で調教されていた元競争場である。2007年のアサヒハイフューチュリティステークス優勝場。場名は、ゴスホーク、県に由来。ゴスホーク県は2007年3月アメリカをカらにて、開催された、ブリーダーセールにて、当初はアンスタインン区を買い求めに来ていた、藤田義男の目に留まり16万ドルにて、購入される。 同年10月デビューを果たした当時、吉沢ステーブルでの育成時代から目立った動きを見せており、トレ戦でも評判になったため、単勝1.7倍の一番人気に押され、新馬戦を勝ち上がる。新馬戦の後に骨膜が出たため、十分な調教ができずに向かった、東京スポーツ杯2歳ステークスでは、2戦続けての一番人気に押されたが、かかる仕草を見せ4着に敗退。 その後も足元の不安により、ウッドジップでは強い調教ができず、調整は難航したが、折しも解除したばかりのニューポリトラックコースの調教によって、万全の状態で朝日坂月を迎えることになった。一勝馬のゴスホーク県は1、8の抽選をくぐり抜け出走を決め、格上挑戦ながら3番人気に押されると、ロケットスタートからそのまま先頭に立ち、 メンバー中1位の上がり35.2で逃げ切り2004年、マイネルレコルトに次ぐ朝日杯史上に2位体となる1、33.5の高タイムで優勝。長教師の斉藤は、開業2年目、場所の藤田は活動開始から10年目で、共に初の GI q 競争の勝利、起場した勝浦正樹にとっては2002年テレグのシス以来5年半ぶり2度目の GI q 競争の勝利となった。 この勝利により2007年度の JRA 賞最優秀2歳ボバに選ばれ、陣営は春は NHK マイルカップに照準を定めること、状態、余力次第では日本ダービーへの出走も視野に入れて調整される予定であることを発表。また同賞受賞式での席上では、春の結果次第で秋にブリーダーズカップのブリーダーズカップマイルもしくは、 新設のブリーダーズカップターフスプリントを目標にする予定があることも明かされている。しかし2008年3最初戦となるニュージーランドトルフィー NHK マイルカップいずれも人気に応えられず敗戦。マイル戦でもかかり癖を見せるようになってきたこともあって、スプリント戦に矛先を変更も成果はなくこの年未勝利に終わり、先のダービーブリーダーズカップなどの構想はすべて白紙撤回となった。 その後ゴスホーク県は2009年1月16日、斉藤誠9社から手塚隆久9社へと、天馬屋。天馬屋後も引き続き、短距離路線を使われたが逃げて、直線失速し、敗戦という内容を繰り返し、朝日杯以降は一度も入着、連帯することはなく、2011年ニューイヤーステークス吸着を、最後に、現役引退となった。当初は、 日高スタリオンステーションに手種ボバとしてつなぎようされていたが、日高スタリオンの閉鎖に伴い、2016年からは白馬牧場でつなぎようされた。2018年5月20日に白馬牧場で大動脈破裂のため、13歳で死亡した。ありがとうございます。